続いてのニュースはこちらです。幸運の倍、八つ葉のクローバーが庭で見つかる。通常クローバーこと白爪草の葉は3枚ですが、他にも葉っぱが4枚から7枚の白爪草がこの女性宅に生えており、訪れる人を珍しがらせているそうです。県立自然博物館は、あまり見たことがない、もしかして珍しいのではと話しているとのことです。いやいや、ちぎったんちゃう、いやでも5月って考えるともう3分の1、1年の3分の1終わっちゃったってことですけど、そうか、あんまりそうやって考えたことなかった。半分とか、まあまあ4分の1、まあ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 、だって私たちさ、一応さ、3ヶ月がワンクールでさ動いてんじゃん。3分の1ってあんまなくない？なんで、うん、ピンクは台本に書いてあることを否定すんの？私台本なぞってるだけだよ。怒るよ。ごめんなさい。今日のミッションはこちら。カレーうどんの汁を服につけない食べ方を研究せよ、桃の木5出動ラジャー。というわけで、何ですと、カレーうどんのお汁を服につけずに食べることがどうやったらできるか。箸だからダメなんじゃない？もっとなんかないかな、他に距離を稼ぎつつ、うんうん、なんか、ま、じゃあ次になんか用意されてるみたいなので、はい、それを持ってきてもらいましょう。司令官持ってきて。ふざけんなよ。ふざけん。意味がわからない。そうそうそう、いやいやいや、今、ね、いやそれストロー、ストロー、ストローって誰の、え、何、ね、あのね、一応長いストローを使って食べてみるみたいな体なはずだったのに、持ってこられたものストローじゃない、ホースじゃんこれ。何これ、スライド、何これ。行きますから、ちょっとこれ麺入れてもらっていい？分かった。麺入れるところからちょっとホースの下げに入れてもらっていい？吸いますよ。逆モータースライダーみたいなことでしょ。これ待って、息できないって。敵を倒す今夜。はい、ちょっと待って、もう無理無理、だってさ、もう無理だよ、だってできてんだもん、これあるんだもん、もう